なんていうのかな、あとは横目とかで、入り身っていうのはこうまっすぐ入ってくるの、こう入り身で、転換っていうのは、まあ、例えばこう持たれてこう転換ね、でそれじゃないのが転身、転身だからこういう転身ね、こういうのとか、それから、ね、こう入ってきたら入り身なんだよね、これね。でも転身だから自由にやるしかねえよな。こういう転身ね、転身。で、ここまっすぐ上げてくればこういう形で、こうやってね、転身。で、こう隙間見えるからこう隙間入ってきて、ね、こうとかね。要は足を自由に使って、で、合気道の線、合気道は線だって言ってますけど、こういうふうに打ってきて遅れちゃうんじゃなくて、その、打ってきて変わった時には線で入っててもう終わってるっていう、そういうふうな形ね、終わってる、こう終わってるって、それが大事だと思うんですよね。だから何でも天使になっちゃうんだよ、何でも天使になっちゃう、何でも天使になるんだよ。だからこうね、こう何でも天使ですよね。転身。だからちょっと自由にやってみよう。こう、もう、何が何だか分かんないけど、何しろ全部転身だから、なるべく早めに、で、さっき桶原先生言ってたけど、こう、正中線とかね、そう大事だから、大事なことを忘れないで、あと線だっていうのは、線だってこう、遅れちゃったらどうしようもないから、こう、打ってきて、これでも線ですよね、こっちが先だから、こう上がってきてこう入ってこうで、これ線だよね。まあじゃあ好きにやって、好きにやるしかないよね。じゃあ好きにやりましょう。こうパーンって1、このね、先に入って正中線守って先に入るって、その2つね。それと自由に動く足ね。そして線に入るっていうのはね、だから振りかぶってきたら入ってる、そしてこれ正中線ですよね。で、正中線まっすぐ下ろして、まっすぐ上げてこうに入って、それが一番、まあ横目打ちの塩投げがいいんじゃないかっていう話なんで、ね、あっという間入ってんの、ほら。そしたら正中線なの、正中線なので、それを続けてやるって感じで、上がってあーってなっちゃったら、もうほらこれだから、こうやってなっちゃったら こっちが来るとか、この蹴りが来るとかなっちゃうのね。だから上がって彼女が決断した時にもう入ってるってか、でその時は終わってるって感じ。それであとはまとめる、どうやってまとめるかって話。じゃあちょっとみんなで塩投げやってみよう。多分転身の場合は打たせて、ああじゃあ自分が先に入ってんだけど、この手は打たしてんの、打たしてるって、こういうふうに打たしてんの、これ止めちゃったらダメなのね。だから ここにあるんだ、ここにあれしてんだけど、転身してるからこの手はこっち伸びてんの、ほら。そして自分の正中線っていうことね。先線で入ってんだけど打たしてる、そういう意識が大事だと思うんだよね。そして正中線、それで足自由で、打たしてんだけど、この手持っていかないで打たせちゃって、それで塩投げ、そういう感じだと思うんだね。で、今度は塩投げだけじゃなくて、 いろいろ転身の技ね、転身バーンって線でもらったので、このまま出ていけば入り身投げとかいろいろできるんだけど、打たせて塩投げでしょ。こうやったら小手返し、足のあとはどうやってまとめるかの話だから、打たせて小手返しね、これ今小手返しね、それからもういいや、じゃあもう一回こうね、線でしょ、線で打たせて入り身投げとか、入り身投げ、まっすぐ上げれば入り身投げ、こっち下がれば、あとはどうだ、あとは線
打たせる打たせる、でまっすぐ入る、でなんか入り見投げチック、それからこう来てバンって来て、で打たせんだけど打たせんだけど、こっちから入ってくればこういうね、こういう回転投げとかさ、いろいろできるよね。でそれアレンジしていろいろ、今みたいに四方投げでもいい、あ四方投げが元なんだけど、基本の形なんだけど、打たせちゃって四方投げなんだけど、これ足の場所によって相手の場所によって変わるから、変わるでしょ、変わるね、変わるよね、そういう話。じゃあいろいろ各人できることアレンジしてやります。サンプルが四方投げ系のこういう技だったね、だいたいね。で今度はこう片手で持ったりなんかしてこう繋がってんの。でしこの足が自由だから、足がこうやって入りすぎちゃうんだし、ここにボカッてやられる前には来ないでねって、そういう風にやってんのね。でその時に緩み取れてんの、こういう風にそっからスタートだから、みんなこう緩んでる状態から、あ、上がらないんだよこれ。だから緩みを取って、ほら緩みを取って、それで線でこうやってやって緩みを取ってんの、ここ。それからこういう入ってんの、ここ相手の中にね、こういう風に入ってんの。そういう風にやりたいのね。今度は一挙系の技よ、これだったらいいよ、横面打ちでもいいよ、横面打ちで来てバーンってやって、でこう入ってきてもいいのね、こう中に入って、そしてこの手を出してくるっていう形でしょ。こう持たれても同じこうバーってこう、ね、この時に緩みを取るの、こないでねって言っといて緩み取るの、これ緩み取れないとこの意味がない、この手の意味が、これ緩み取れないと全然意味がない、これ持たれちゃってんだから、ほら名前さんなんかに持たれたら絶対見かないよ本当にこれ伸ばして、ほら伸ばしてから、でその時に足を自由に入れ替えてんの、このままで届かないんだから、届くところまで自分が入って、で自由ってのはこう自由ね、自由一番いいとこまで行ってんの、一番いいとこに、ここじゃ遠すぎちゃうし、ここじゃ近すぎちゃうし、ここは足だったらこれ全然ダメだし、で足そらだから稽古やれって言ってんだけど、まあやるしかないんだけどね。でいろんな人と稽古するとちょうどいい位置、ちょうどいい位置で足、そしてずっとまっすぐ正中線、ここ正中線で相手の中に入っていく、こういうふうにすると彼女は行き場がなくなっちゃって倒れちゃった、そしてこの手を向こうへ出す、こういうふうにそうするとギュッて痛くしてこうになるって、そういう形ね。それで一挙系の技をちょっと横面か 片手でね、横面でもういいよ、でこういったらそのままいったら四方投げ系、こういってこっからこうに入ってきたらよ、あの一挙系、じゃあ一挙系の技です。いやこれすごい力でしょ、このああそうで、こうやって来てさ、例えばこうやって緩み取るんだけど、だから線が大事、こうやって持たれちゃったらやられちゃうんだから、だからやられる前にこれは、そうすると彼伸びてんだよね、ここね、ある程度で、もし万一これが緩んでこう入ってきちゃったら、ここで戦わないでこっち入って、こうやって入ってくるの、こうやってそういうふうにやってほしいんですよ。だから線が大事っていうのはそういう話ですこれね、ほら予定通り、彼は予定通りほら引っ張り込んでなんかやっつけてやろうと思ってんだよね、こういうね、引っ張り込んで足使うとかさ、でだからいや来た時にパンって、それから引っ張り込まれちゃうなと思ったらこっち入るの、楽な方にこういうふうに、そうするとできるからね、やった方がいいんだよね。で彼に応じてんの、これは同じ技できないよ、できないんだよ、なんかこうやって力を持ってやったらできるんだよ。そうだから予定通りはちょっと予定を変更しなきゃダメな場合が多いってこと。
じゃあやりましょう。どうもありがとう。あのね、ちょっと見てるとね、線なんだけど語になっちゃってるの。だからあっちの方で言ったんだけどね。例えばさ、やって、ちょっと、あ、俺がやるよ。俺がなんか持って取りに来たよ。で、これ語になっちゃったの。線のように見せてんだけど、線のようにこ、例えばこう、語になっちゃったの。線になったんだけど、ずっと線じゃないのよ。だから、こうやって、ね、なんていうのかな、線のように見せてんだけど実際は出会ってたって、そういう話にならないように、もう線っていうのはもう線なんだから、線っていうのはずっと線なの。だから何、甘くやっちゃっただった、甘く、ほら甘いんだよね、この手も甘いのね、わーっとこうなっちゃったらもう線なの。ところが僕は崩れてないところだったら線じゃないの。ほらほらできちゃうのね。だから線だっていうのは本当に当てちゃうつもり、ほら崩れちゃったの。それだから線なの。これがこうなっちゃったら線じゃないってこと。線に見えてるだけど見えてるだけでね、線じゃないので、彼女は自由なの。彼女はさっさと自由なの。やられちゃうね。そういう話だからやるときはだから線だとか正中線だとかいろいろ言ってますけど、足自由とかね言ってるけど、それを実際にやるのはすごい難しいから、だから甘くこうやって入ってきちゃダメ。だもうバーってこうもうできるようにやっておかないとダメなんだよ。これ甘くしたらやられちゃうんだからね。そういう話。じゃあもうあと、じゃあこれだけやろう。ほらこれも線なの。線だけど、天津だ、天津はこういう天津、天津ね、天津はこうで、天津これ天津かな、わかんないけど、あーって言ってたら入り身ね入ってんだけどさ、天津はこういう天津、天津天津っていうのは入り身か、入り身かなんか転換か分かんないのは入り身だ、ゴミだっつってんだけど、ゴミだって。まあそれじゃあ自由にやりましょう。どうぞ。